うさぎさんが森の中を急ぎ足で歩いています。うさぎさん、お弁当を持ってどこへ行くの？うさぎさんは森の中にある小さなおもちゃ屋さん、バニーズトイストアの店長です。今日からオープンのお店なんですって。うさぎさんは張り切って準備をしています。お客様はいらしてくださるかしら。いらっしゃいませ。一人目のお客様は熊の衣装を着た女の子でした。女の子は一つ一つ真剣に見つめながら選んでいましたが、やがて決心したようにほっと息をついて、この子をくださいなと言いました。女の子が帰った後、うさぎさんはお弁当を食べながら考えました。可愛がってくださるといいな。大丈夫、きっと仲良くしてくれるはずですよ。